就任試験の準備は整ったのか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中任試験第一次試験を始めます。下任の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。あー、これなんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。クソ親父の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ、少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ。はい。次の試験は一体何をさせるつもりだろうね。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中任試験第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。
い？ゴールデンフラッグの出現は制限時間あるよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。美月、こっちはどうだ？こっちはバッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。うわ、すげえの手に入れたぜ。ナイスボルト。まだまだ集めるってばさ。ゴールデンフラッグ設置。さあ見つけてみなさい。うっしゃ、これでだいぶ稼げたな。この二次試験でも活躍してるね君は。俺には目標があるからな。ていうかお前はどうなんだよ、ちゃんとやってんだろうな。心配せずとも君の迷惑にならない程度に頑張ってるよ。ゴールデンフラッグを設置したわよ。ボルト。ん？なんだよ。ゴールデンフラッグ手に入れたんだけど。お前ってさらっとすごいこと言うよな。これで二次試験通過に一歩前進だね。いい感じ、いい感じ。試験終了。よっしゃ、俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったなお前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に忍界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たねボルト。ああ、とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わ、待ってるよ。